パソコンのモニターに突然ですね、ウイルスが見つかったという警告表示が出てきます。次にですね、ウイルスを除去しますというサイトが勝手に、現れます。で、ここに電話番号が書いてあるんですけれども、ここにですね、電話をかけるとですね、ウイルスを取り除く必要がありますと言われ、遠隔操作をするためのソフトをインストールしてくださいって言われます。で、インストールをしてしまうとですね、今度はその相手方がですね、自分のってかその皆さんの持っているパソコンの、カーソルとかを動かしてですね、ファイルの中を調べるようなふりをします。で、その後ですね、ウイルスを取り除くためにですね、2万円から4万円かかりますという契約を勧められ、2万円から4万円を払ってしまうという流れなんですが、実際には、ウイルスには全く感染していません。日本では昨年頃からですね、確認されるようになりまして、今年の上半期だと一月に、数十件程度でした。ところがですね、9月になると、400件近くまで急増しています。まずそのサイトに表示された電話番号には決して電話かけないということです。まず多分口では勝てません、払ってしまうようなことになります。あとですね、一般的なことなんですけども、ウイルスなどを寄せ付けないためにご自身のパソコンには、セキュリティソフトを入れておくということが最も大切なのかなというふうに思います。